妻阿川祐希役を演じた吉岡里帆さん。ある事件をきっかけに心を閉ざしてしまった大悟の娘阿川真白役を演じた清水ここねさん。私は真白役のここねちゃんに質問があります、はい、撮影期間中はまあ、夏だったんですね。でまだ小学生だけど夏休みにこう撮影をされてたわけなんですけども、冬休みの楽しみはありますか？本が好きなので図書館にいっぱい行って本を読みたいと思います。はあ、かわいい最高ですよね。もう私からも本をギフトしたいです。よかったですね。吉岡さんにお願いします。何でしょう。撮影中に誕生日だった私に素敵なプレゼントありがとうございます。プレゼント、お誕生日のプレゼントは何がもらいたいですか？あこれは真っ白、ここねちゃんからもらえるっていうことでいいですか？ああ嬉しい。私がここねちゃんからもらいたいとしたら、まあ、これディズニープラスだからっていう、まあ、わけではないんですけど、最近私ディズニーランドに行きまして、久しぶりにめちゃくちゃ楽しくて、こんな楽しかったんだって、なんか改めてディズニーランドの楽しさを知ったんですけど、ディズニーデートを一緒に行く時間が欲しいです。はい、ぜひ一緒に行きましょう。やーいそうですね、私の役はその村に訪れる、まあ、ある種こう巻き込まれていく役なので、こうどの程度違和感を感じていけばいいのかっていうのがすごくさじ加減が難しいと言いますか、そのくらい私はすごく普通な、多分一番真っ当なタイプの人間として描かれていくキャラクターを演じていたんですけども、周りのキャストの皆さんが本当に濃いんですよ。もうみんなが怪しく見えてくるっていう、このなんか怪しさの中で普通に生活しようとこう努めていく、家族を守ろうとこう努めていく、こう正常でいいよ正常でいいよみたいな、この保ち方が本当に難しいなと思ってまして、私自身だったらすぐに引っ越しちゃうなって思いながら、はい、演じてましたね。はい、